こんにちは。最近雨ばかりでね、週末も含め、今日も雨ですけど、野球のシーズンが始まったというのにね、大会日程組むに大変です。高校野球は土曜日がね、休みになって、日曜日スタートとなりまして、代わりが、水曜日にやるそうですけど、学校の先生も今年度末のね、転勤とかも含めた会議の時期なので、なかなか大変なんですよね。それと、中学軟式野球の全国大会が、週末から始まっていまして、今、それこそ私、清水、井原から戻ってきたとこで、夕方の浜北の野球塾までの時間にこう取ってるわけですけど、私がね、前回動画で出させていただいた門真ビッグドリームス、昨日初戦突破して、今日負けてしまいました。門真に関しては、ちょっとまた別に動画を撮ります。はい。今日はね、何をお話しするかっていうと、まあ、ここ数日のたまった観戦記をちょっとまあギュッとまとめてお話ししたいと思います。はい、ちょっと混ざります。社会人野球と高校野球です。よろしくお願いします。ラブシー。ラブシー。向こう届くように。ラブシーチャンネル。で、まずね、金曜日に見た社会人野球の話したいんですけど、東海地区のまあ春の大会みたいな感じです。はい。はい、岡崎球場に来ました。ヤマハの試合見ます。たまたま日程見たら、第1試合が地元のヤマハが登場で、第2試合が、東邦ガス対三菱自動車岡崎になってたので行ったんです。全部まとめて見れるということで、東邦ガスのピッチャーの辻本君、それと三菱自動車岡崎の、5番サードの伊藤大地君、この辺を私、ね、学生時代に見てるので、それで、まあ、行ったという形です。はい。ただね、まあ、社会人野球の2大大会っていうのはね、夏の都市対抗と秋の日本選手権っていうのがあって、まあ、今はまだ春ですから、メンバーもね、若い選手も使いながらの大会ですし、私年中ちょっと追っかけてないんで、あんまりはっきりしたことは言えないんですけど、配球もストレートが多めだったような気がしますね。なので、ちょっと本大会のガチンコの二次予選とはちょっと違うなという感じはしました。結論から言うと、ヤマハは負けてしまったんですよね。で、前日にトヨタ自動車も負けたそうで、ヤマハとトヨタは、昨年の都市対抗本大会で決勝戦やって、東海地区でね、決勝やったんですけど、そういう強いチームでも、要するに東海地区の中でね、大会やったら負けると。高校野球のように、例えば110キロから140キロの、子たちが混ざってやる野球じゃなくて、まあ、スピードで言ったら、ね、140キロぐらいは出る人たちの中で、配球とか、コントロール、キレとか、そういう出し入れとか、そういうので差が出てくる、世界なのでね。はい。まあ、本当、ちょっとした誤差でいろんなこともあると思うんです。プロ野球なんかでもね、よく聞きますけど、3カード、9試合を5勝4敗で1年戦うと優勝、4勝5敗で行くと最下位になると、その中にギュッと6チームが詰まってるっていうことを聞きますけど、ああ、それ聞いた時に、やっぱりレベルが上がれば上がるほど、やっぱりその勝率云々を言っても、拮抗してくるっていうかね、トップレベルと、そうでないレベルの差も紙一重。高校野球だったらね、大阪桐蔭とね、この辺の学校がやったら、まあ、10回やったら10回桐蔭の勝つじゃないですか。そういう差はね、ふるいにかけられてこう上がってきた選手たち同士なので、差はあるんでしょうけど、場合によっちゃ、ね、ひっくり返るのが社会人野球と、こういうことですね。まあ、辻本君は残念ながら投げなかったんですね。まあ、本大会を見に行くしかないと思いますが、伊藤大地君はね、野手だったので、出てました。彼はもう10年ぐらいやってましてね、浜松からそのまま、高卒で
三菱さんに取っていただいてもう10年ぐらいやってます。監督もその間に3人変わってます。監督交代して3人の監督にそれぞれこう評価していただいたから今の彼があると思います。あの彼の場合はあの割合キャッチャーで入ってね、最初の頃はあのなかなかこうチャンスをつかめずに、特に高校時代魅力があったバッティングがね、20代前半は見に行くとどうしちゃったのかなって私正直思っていたんです。だけどそんな時期でもベンチ見るとすごく元気よく出してね、声を出して温めてるんですよ、ベンチを。あのいい表情で温めてるんですよ。それを見てね、高校時代の彼からその人間的な成長を感じて、きっとそういう時代がありながら20代後半までやってここに来てレギュラーになってきてますんでね、その間に、要するに首というと言い方が悪いんですけど、要するに上がっていく可能性もある中で、いや彼は必要だろうってことで残ってきたと思うんで、そういうあの様子が分かりますね。はい、あの今も試合前のトスバッティングなんかやってるペッパーですね、 やってるのも一番もう手前でやってますから、もういわゆるベテラン選手になってきてると思うんですけどね、彼のそういう、ヒットは残念ながら出なかったけれども、あの元気よくスタメンで出て、何よりチームの中心選手っていうかね、引っ張る立場になって、10年選手になってやってることがすごく嬉しかったです。はい、という形ですね。はい、ヤマハはまたあの静岡大会なんかでも見れたら見たいし、評価は後で、ちょっとここで言及はしません。ただ4番バッターに大本選手って言ってね、影西から立命に行って、今何年ぐらい経つのかな、もう5年ぐらいになるのかな、彼がいよいよ4番になりましたね。あの打てるキャッチャーっていう貴重な存在になりつつあります。はい、期待しております。次に高校野球です。高校野球は土曜日が雨天で順延になって日曜日から始まったんですけど、私は浜北球場でまず湖西と浜北西の試合を見ました。それで、前半見て浜松球場に移動して、浜松湖北対、浜松に行ったら試合を見ました。それで次に浜松市立と浜松東のもう本当初回だけ見て、あの中学野球の、あの全国大会角も見に行くために岩手に移動したので、まあ言うほど見れてないです。ただあのどうしてそのカードを見たかっていうと、私の野球塾から塾生がこう進路として行く学校を今回見させてもらいました。塾生にもたまたま週末に指導があったんで、私は言ってあったんですね。ていうか正式に言うとね、私の息子、高校野球上がった息子が野球塾に手伝いに来て、あのいる時に、中3の子たちに、あの春の大会自分が行く学校は見といた方がいいよ、入学すると自分に追われてあのしまうから、その前にフラットな状態で自分のチームを 見ておごらんっていうアドバイスを彼がして、まあ、見に行った子が多かったです。で私も彼ら聞いて、どうだ自分のレベルでやれそうか、あの中で自分が入ったらどうだとかね、うん、そういうことを、終わりのミーティングで野球塾でしました。ちょうどねこの週末ぐらいから育っていく子が出てます。今週も何人か育ちます。寂しいですけどね、あの高校野球のために頑張って通ってくれたので、こっからが勝負ですので、ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、はい。でね、まあ、一つだけ、じゃあ一個だけちょっとお話ししたいのが浜松湖北ですね。まあ私の息子もお世話になってたし、まあ前監督は今もう転勤されて、この1年は新しい監督、吉川勇先生って言ってね、影西 OB、 それこそ大本君の先輩なんです。影西立命と直属の先輩なんですけど、吉川勇先生っていう先生が監督になられたと。でまあ、カレン監督になって1年経ちますんでね、どんな感じかなと思って見させていただいたんですけど、一言で言うと、良くなってます。
良くなってるっていうか、あの吉川先生がこういうことをやりたいんだなっていうのが、分かる取り組みを1年されてきましたね。前の監督の時下級生だった生徒が今上級生になってるんだけど、やっぱりこう同じ生徒でももちろん1年の中での成長もあるでしょうけど、野球やってる雰囲気が、前の監督の時と今回では全く違う。だから何を言いたいかすと、監督がまあ料理でいうと調理して味をつける付け方が変わった、それが出てるから僕はいいと思うんです。あの前の監督と今回がどっちが優れてるっていう話じゃなくてですね、例えば同じチャーハンでも A さんが作るのと B さんが作るのでは、ちょっと違うじゃないですか。具をどこから取り寄せるかも違うし、まあ、スカウティングですね、その部分は。で、どういう、切り方をするかによっても、こう、歯応えとか食べた感じは違いますよね。同じベーコンでも。はい。それで、最後に味付け、焼き加減、いろんなもので、チャーハンつっても店によって味が違うのと同じように、同じ高校生を集めて、3年間、こう、自分の焼き具を教えて味をつけていくんですけど、吉川先生ってこういう焼きやりたいんだっていうのが、もう1年の中でもうだいぶ、子供たちという、監督の鏡を、作品を見て私は吉川先生のやりたいことが見えた気がしました。だから1年でそういう、味をつけ始めてるっていうことは、やっぱりこう一生懸命やられてるし、いい活動されてると思います。なので今後も注目して見ていきたいと思います。今回はね、負けましたけど、今後が楽しみになる浜松湖北でした。はい。ということでね、短時間の観戦になってしまったので、細かな言及は今回しませんが、それぞれの学校を見させていただいて、私なりの思い、感想はもちろんあります。また別の機会にお話しさせていただければと思います。あ、最後に、バットが変わってますよね。春から低反発。あのね、影響はってすごく、甲子園見てるとすごく影響が出てますよね。で、地区大会どうかなと思って見たけど、甲子園ほど影響が出てないような気がします。それはなぜなのかっていうと、多分もともとバットが振れないからだと思います。これちょっと言い方がちょっと辛辣な面もあるんですけど、正直言ってそう感じます。だから甲子園だと作誤したのが要するに外野フライになってアウトになっちゃうぐらいに、差が出てくるので野球が変わるんですが、もともとこの辺の地区大会でやってるチームの選手で言うと、まあ外野フライがポテンヒットになったり、ポテンヒットだったのが内野フライになったりっていう違いのような気がするので、で、もともとそんだけ打力がないので、送ったりしながら野球やってるとこも多いし、すごく野球が変わったという感じは今のところしてないです。これがちょっと私の、全体的な、一般的な感想なので、一言、付け加えさせていただきます。じゃあまた、あさって水曜日も、順延分のね、日曜日の分の試合をやるようですし、そちらも見させていただきますし、あと、カドマビッグドリームスの2試合分の、選評もね、また別の機会にお話しさせていただきますが、少しお待ちください。それでは、本日は以上になります。